区は、オーストラリアの政府航空工場が製造した、標的機。名称は、アボリジニの言葉で、かられるものを意味する。無人機開発は、プロジェクト B と呼ばれ、初号機の機体番号は B-1 であったが、後に A92 から1に改められ、量産機も A92 から始まる、機体番号が与えられた。無人機に先立ち、概念実証用に、 プロジェクト C として人間が登場するタイプのカフピカが2機作成され、航空力学、エンジン及びラジオコントロールシステムの試験が実施された。ピカはアボリジニ語で空を飛ぶものを意味する。ジンディビックはイギリスは弾道ミサイルを開発し、オーストラリアは試験施設を提供するという相互協定に橋を発する。交渉の結果、オーストラリアは運用要求 E7。 48に基づく高度4万フィートで15分運用が可能な無人標的機の開発契約を得た。開発は1948年に開始され、有人タイプのピカの最初の試験飛行は1950年に実施された。無人型ジンディビック系 k, k 1の初飛行は1952年8月であった。1952年から1986年に、 かけて、合計502機が製造された。1997年に製造ラインが再稼働され、イギリス向けに15機が製造された。イギリス向けの製品は、フェアリーアビエーションで組み立てられ、試験された。ジンディビックは、オーストラリア空軍、オーストラリア海軍航空隊、及び、イギリス空軍で使用された。イギリスでの試験は、主に、ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントが行い、 ウェールズのアバーパースエアポートが用いられた。ピカはコックピットがあったため、空気取り入れ口は機体側面に設けられた。また、空気圧駆動式の車輪型ランディングギアを持っていた。ジンディビックでは、空気取り入れ口はピカのコックピットがあった位置に移動され、着陸装置はソリ型に変更された。アバーパース試験場で使用するため、フェアリーアビエーションで組み立てられた、ジンディビック102バイト、 ジン微ビックマーク1はこのプロジェクトのために使い捨てエンジンとして開発されたアームストロングシドレーアダーターボジェットエンジンを搭載した。マーク1は14機が製造されたのみだった。マーク2はより強力水力 1640LBF のアームストロングシドレーバイパーを搭載した。バイパーもまた単寿命のエンジンをおよそ10時間帯であったが、その後一般航空機用の 長寿命タイプが製造された。制御装置は、エディオットブラザーズ、ゼネラルエレクトリックカンパニーなどが来の支援のもとに開発した。地上から直接操縦を行うのではなく、ジンギビックはオートパイロット装置を備えており、地上から無線で指令を送ることができた。オートパイロット用の飛行指令は18種類あり、また搭載装置用の指令が6種類使えた。 離陸はトロリーを使っていった。フルラップ時には110ノットで離陸でき、トロリーは切り離された。着陸速度は125から150ノットであった。方位角と高さを制御して、ドローンを滑走路に戻した。着陸はソリを使用したが、機体が傾いていると翼端の靴が滑走路に接触してしまうので、慎重にコントロールされた。ジンディビックは、 イギリスのブリストルブラッドハウンド地対空ミサイル、イングリッシュエレクトリックサンダーバード地対空ミサイル、シースラグ艦対空ミサイル、ファイアストリークソラ対空ミサイルの開発に使用された。出展、ジェーンズ・オール・ザ・ワールズやクラフト1980から81、初元性能。ありがとうございます。